こんにちは。あ、こんにちは。はい、谷川ミッドナイトのお時間でーす。わあ。今日は近所の時矢くんがゲストに来ています。あ、お願いします。お願いします。ゲストとか言ってマジフラットね。普通に。なんかツイッターにね、なんか何て書いてたんだっけ、ね、今年パイオニアの機材とパソコン電源のとこ。あ、ゆるいんだっけ。そうなんですよ。もう中がずれちゃってて。見して。うわ。やばいことになっちゃう。映るかね。あ、なんか奥にすげえ奥まっちゃってるね。めっちゃ奥に入っちゃってる。いい PC だ。こうやってさ、こういうのさ、差しながらさ、カバンに入れちゃったりするから、引っ張らなくてさ、そういうことっすね。そうそうそう、そういう原因なんですよ。ずっとつけっぱっすね。はいはいはい、はい。まあ、そういうのもいろいろあるとね、はい、端子って折れやすいですから、そもそも。気をつけないと。はい。で、問題は DDG ですよね。そうっす。これ何がおかしいの？これ、イヤホンのとこが、一回転んじゃって、どういう意味？なんかバッグに入れて持ってたら、うん、ちょっと転んじゃって、その時刺さってたの？その時いや刺さってなかったんですけど、多分普通に衝撃で割れちゃって、そっからもうイヤホン聞けなくなっちゃってね、うん、ああなるほどね。イヤホン端子のところだから、はい、またこれ見えるかな。ちょっとこうプラスチックが破損してるような状態だね。そうですね。これあれでしょ、レコボ用の DDJ-RB。 そうです、ね、コントローラー。新品で買ったの？新品で買ったと思います。っていうので、まあ、ちょっとこれ動画にする予定じゃなかったんですけど、ね、ちょっと参考になるかもしれないので、はい、いきなり撮り始めたっていうやつですね。はい、じゃこれをちょっと今日直していこうと思います。お願いします。で、ちょっと便宜上裏のネジちょっともう取っちゃったんですよ。すごい多かったね。はい、何箇所か。もうとりあえず見えるとこ全部裏のネジ取るっていうのがまずこれのあれで。で、取ったら、もう簡単に後ろの蓋がこうパコッと取れるんで、こう取る感じだね。で、開けると、まあ、こうなってる感じですね。で、イヤホン端子がここだから、その基板がたまたまこれもう幸いにも分離してて、で、これがその信号のケーブルなんだけど、で、まあ今度ここもその3箇所ネジ止まってて、今ちょっと1箇所残してるんだけど、これ外していきますね。で、こうなってて、ここがフォン端子のヘッドホン端子で、今そのネジを外した状態なんだけど、こうなんか手前のこの銀のパーツがなんかすごいもうゆるゆるになっちゃってるね。これがこのハンダがもう折れちゃってて、しかも不幸にもうこの後ろのパターンごともげちゃってる状態、ランドがないというか、ここ本当は銀なんだけどそれがもげちゃってて、でどうやらここのこのパターンを折っていって、ここに繋がってるか、この空いてるところの隣に抵抗かなんかいらっしゃるけど、その隣の空いてるところとここジャンパーすればなるんじゃねと。ジャンパーして、この細い何かから収穫した線ね。これ何かからそう。これを取っといたから、これをでジャンパーしたらなるんじゃねっていうやつです。っていうのやっていきます。一回ここ、作業上外そうかな、このコネクタ。コネクタをこう外して分離します。このコネクタは、ここの両側をこう持ち上げると、スポット抜けるっていう仕様になってますね。これ差しづらそうだな、最後。でも治るね、大丈夫だ、はい、こういう仕組みのコネクタですね、はい、これで端子が取れて、これがゆるゆるだと、すごいゆるゆるな状態です。直していこう。取れましたよ。取れましたね。分解したことあるんでしょう、これ DDJ。 一回あるんですか。ここまでは取れなかったですね、さすがに。はい、で、つなぎたいのはここのこのゆるまんの、ゆるまんってやばいね。ゆるまんになっちゃってる、ここの先っちのこれと、まあそのランドを覆った結果ここに繋がって、こことここが繋がってれば音鳴るっしょっていう思うんだよね、多分。もしかしてだけど、もしかしたらそう可能性が。そうね。で、ハンダをもう温めてあるので、ハンダでくっつけていきます。はい、お願いします。とりあえずここの手前のところにちょっとハンダを多めに盛る。授業以来にハンダ満たす。正しい向きでついてんのかな。あれか、実際にそのステレオミニプラグを刺しながらやればいいんだよ、多分。正しい位置に当たってくれるし。刺してみよう。刺すとこうなってて、この両端が当たってるってことなんだけど、大丈夫そうだけどね。なんかどうせゆるゆるなんだからさ、一応希望を持ってこの周りとくっついてくれるかもしれないから。で、そこに先にでもこのコードをさ、コードをいい長さにしておきたいじゃないですか、長すぎるから。これああ、なるほど、切っとくんですね。うん、まあこの辺かな。コードをちょっと半分ぐらいこれ向けるかな。爪でピーってやるやつですか。
爪か。ちょっといいんだよな。ちょっと切り込み入れて、ピッピッ。あ、むけた。はい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 。ちょっとでもね、つけるところがさ、ここだからさ。はいはい。一番下。まあこんぐらいやったらいいかな。あんまり向きすぎてね、他のところで当たっちゃったらというのもあるんだけど、まあこれでいくとして、こっちのもう一箇所の方にもちょっとハンダを持っていきましょうかね。その目的のポイント、ここだね。まあちょっと小さいなポイントが。こことここはでも繋がってないと思うんだよね。こことここ、あとここが繋がってると こことかって感じなんだけど、ここも繋がってんのかな。ここでもいいな。あんまりパーツついてるとこいじりたくないんだよ。一回これでいこう。一回これでいこう。何パターンかあるんですね、場所。たまたまね。たまたま。うん。はい。じゃあここに片方繋ぎます。うん。いいんじゃない。もう片方がここに来ればいいか。それをつけます。はい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 、これで一応ジャンパーっていうのができたと。コードが繋がったよと。でコードが邪魔にならないように、別に邪魔してもいいんだけどさ、蓋側だから、底側だから別にいいんだけど、はい、まあ、ちょっとこうしといて、でこいつはさ、こうギリギリついてる説なんだよね、いい意味で。これ一回外すよ。はい。だからほらハンダがさ取れてるって言ってたけど、ランドがでもすぐ取れるだろうなこれじゃ。良さそうかも。なんか良さそうっす。思ったよりなんかさっきより全然改善してるっぽくない？確かに全然固まったんすね。ちょっと思ってて、はいはい、これで一応だからそれができたよと。で俺こっちにさ取り付けるから、まあ一回チェックだからさ、はい、PC の準備お願いします。 OK で取り付けたら、仮でこれを、はい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 。で今仮止め、まあまあいや、ここで止めたから、はい、裏の蓋をちょっと軽くスカッポッてしとくよ。でじゃちょっとこれで動作確認をしてみましょう、はい。認識してる？認識してないっすね。光んないっすね。あ、来た。消えたっす。これもう一回差し直したら。うん。あれ消えるっす。うん。反応はしてる。光るはずなんですけどね。ね。行こうとしてるよね。行こうとはしてる。行こうと、そっか。繋がんないっすね。お、なんで？落ちちゃうね。落ちちゃう。なんで？そんなことある？向こう側の USB ポートにし、あ、こっちしかないのか。しかないっす。え？なんだろう。別にここ以外触ってないしな。はい。USB ケーブル変えてみる。なんか行こうとして落ちるね、はい、PC のバッテリーあるっしょ、電源。バッテリーあるっす。一応これも挿してみる、電源。絶対関係ないよな、うん、これどんぐらい使ってなかった d j どんぐらい。 2,3 ヶ月前に1回触ってはいる。あー、なんか落ちるね。なんでだろう。1回うちのケーブル持ってきてみます。 100% 関係ないと思わない。確かに、まあそうか。これって今オーディオどこにやってんの。 DDJ-RB21なってるよね。認識はしてる。コントローラーでとこだとミディみたいな項目もないんだもんね。なんだろうね、そんなことある。再起動してみる PC。 関係ないかもしれないけど、さっきの端子以外も壊れてるみたいな可能性あるのかな。あるんすかね。触ってないからな。このセットで触ったんでしょ、その2、3ヶ月前に。そうっす。 OS 上げたりしてないでしょ。あ、してないです。俺の PC がな、レコード入ってないから、俺の PC でチェックできねえからな。もうこの時点でつくはず。電源がいってればって話か。そうっす。つかないね。つかないですね。まあそもそも認識してないもんな。俺の Mac に USB だけ挿してみる。電源がいってればつくのか。あ、切れるっすね。落ちるね。うん。でも今いじったとこってのはそこだけだから、この基板が悪さしてる。なんか、あ、一回外したところ。うん。これで時の PC に挿したらどうなる。
落ち着いた。あの基盤が落ちてるね。なるほどね。一回抜いちゃって。はい。なるほどね。そのジャンプのせいってことですか。なんか確か言いようがないよねみたいな気持ちだよね。だからどっか当たってる？当たってないけどね。もう一回刺してみて。つかない。ほう。なんかこれだね。ちょっと急遽ジャンプ箇所を変えます。こっちにジャンプしてみようかな。ここをこうかけたら繋がってるでしょう。ここがこういって、うん、はいはいはい。ちょっとジャンプポイントを変えました。はい。これで一回チェックしてみましょう。起動する。ついた。合ってるこれで合ってるっすね。一回抜こう。これで一回止めてみようか、正しい場所に。やっぱさっきジャンプしてたとこ本当は繋がってないみたいな所存だったのかもね。それのせいで起動不良になっちゃった。なんか基板見る限り繋がってそうだったけどね。これでもう一回 USB させてみましょう。なんかジャンプポイントが変だったかも。基板をちゃんと追っかけたつもりだった、合ってるつもりだったけどね。はい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 、着きましたね。まあ、でもめっちゃ緩いな、もうやっぱりめっちゃ緩いわ。下の押さえがないからこれジャンプしても無理かも。マジっすか。うん、下のそのプラスチックみたいなやつがないからカチッとはまる感じがしないな。右側だけなればいいや。ああ、聞こえないぞ。刺してみて、これ右。あ、聞こえる今。これだったら聞こえるでしょ、両方。今綺麗に聞こえる？今綺麗に聞こえてます。やっぱそん端子は今さ改善はしてるけどさ、はい、前より前だって全く全然前は聞こえなかった。改善はしてるけどって話だよな。そうっす。こっからだからさ、さっきのほらこういうメスケーブルみたいなこういうのをさぶった切って、はい、こっからペロッと出せばまあ聞こえるようになる。別つないで手修理方法しかないな。くっつけてってことですか。うん、なるほど。まあ、それがこの状態を維持は別に、まああそこでうまくテープ止めとけばなるとは思うよみたいな。やっぱ端子が割れちゃってるとダメなんだな、的な的な結果になってますね。まあでも聞こえるようになっただけで全然でかいです、ね。なるほどね、普通に。まあそこのパターンも一つの問題だったけど、うん、それだけじゃやっぱりそのカチッと固定の方がうまくいってないって感じだったな、はい。でここにもしかしたらマジいい感じでね、アロンでさ止めたりとか、はい、なんかその丸いのがね下にスポンジでもいいけどさ、なんか挟めればそんなねなるんだろうけど、結局端子交換するかも、こういうジャンクで手放すのが一番いいんじゃないかなと思うわ。はい、はい、そんな感じでした。ありがとうございました。じゃあね、チャンネル登録もお願いします。お願いします。